お願いいたします。この度内閣府特命担当大臣を拝命いたしました森雅子でございます。私の担当は消費者及び食品安全、少子化対策、男女共同参画、合わせて内閣の担当大臣として女性活力子育て支援担当も務めます。大変重要な政策課題に取り組むこととなり、身の引き締まる思いであります。安倍内閣の一員として精一杯務めさせていただく所存でございますので、何卒よろしくお願いいたします。私はまず消費者問題について述べますと、消費者弁護士として10年以上取り組んでまいりまして、自民党におきましては消費者問題調査会で当時の野田聖子会長の下で事務局長として消費者庁設立に関わってまいりましたので、その経験を生かしまして消費者問題取り組んでまいりたいと思います。消費者が安心して暮らせる社会の構築、これが重要な課題でありますので、総合調整の任にある私が中心になって関係閣僚に協力いただき、この実現に向けて推進してまいりたいと思います。消費者庁創設時の理念に立ち返りつつ、真に消費者目線に立って消費者の安全安心を確保してまいりたいと考えております。また少子化対策、男女共同参画についてでございますが、私自身も働きながら2人の子どもを出産し、また子育て中、現在進行形でございます。子育てしやすい社会の実現、そして女性の力を生かしていく社会の実現が大変重要であるというふうに総理がおっしゃっておりますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。少子化対策についてはですね、特に先の上会において子ども・子育て関連3法が3党合意に基づき成立したことを受けて、今後、国の基本方針や必要となる基準等について検討を進め、円滑に新制度が施行できるように準備を進めてまいります。また、私は福島県の出身でございますけれども、福島県から避難をしている母子、または親子、そして避難をせずに福島県で暮らしている親子、大変悩みながら毎日を過ごしております。例えば本日の地元新聞の一面トップ記事は、福島県の子どもの肥満が急増しているという記事でございます。このようなことも踏まえて、福島県の子どもたちおよびその子育てについては、最大限の支援をしてまいりたいと思っております。特に先の国会で全会一致で成立をしました子ども被災者支援法につきましては、先の野田内閣の下では25年度の概算要求に1円もつけられておりませんでしたけれども、早急にこの予算をしっかりとつけてまいりまして、子どもたちの救済に努めてまいりたいと考えております。さらには障害者施策についてでございますけれども、障害者基本法が昨年改正され、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指していくことが重要と考えておりますので、まずは新たな消費者基本計画、これを策定してまいりたいと考えております。自殺対策についてでございますけれども、我が国における年間の自殺者数は連続して3万人を超える厳しい状況が続いてまいりましたが、これまでの取り組み等もあり、本年は前年に比べおよそ1割減、15年ぶりに3万人を下回る見込みとなっております。今後とも自殺対策の推進に全力で取り組んでまいるとともに、被災地における自殺についてもさらに対策に力を入れてまいりたいと考えております。また青少年育成、高齢社会対策、交通安全対策、食育犯罪被害者等施策、
等の推進に取り組んでまいります。男女共同参画についてでありますが、女性が社会のあらゆる場面に参画し、その能力を発揮すること、元気な日本を取り戻す重要な鍵でございます。大臣として政策方針決定過程の女性の参画の拡大、M 字カーブ問題の解消を含む経済分野における女性の活躍の推進、女性に対する暴力の根絶、ワークライフバランスの推進等に積極的に取り組んでまいります。最後になりますけれども、安倍総理から全閣僚に対する指示として、閣僚全員が復興大臣であるとの意識を共有し、被災者の心に寄り添い、スピード感を持って自らの持ち場で被災地再生に全力を尽くすという指示がございました。被災地であり、原発事故の被害地域でもある福島県の出身の私としても、自らの持ち場で被災地再生のために全力を尽くしてまいる所存です。私からは以上でございます。はい、ご質問。ニコニコ動画の長尾と申します。よろしくお願いします。少子化なんですけれども、少子化の問題というのはですね、社会創造を含め、なかなか難しい問題だと思いますが、現時点におきまして、問題解決の糸口としてはですね、どのような取り組みをイメージされていますか。少子化対策につきましては、これまで、政府において、さまざまな取り組みが、されてきたことと承知をしておりますので、それらの結果を踏まえて、大臣としての具体的な施策を進めてまいりたいと考えておりますが、私個人として、今まで、イメージしてきたことを、復元いたしますと、まず結婚をしやすくする、そして子どもを産みやすくする、女性の立場から考えますと、学びながらでも結婚して子どもを産めるようにする、例えば大学の中に保育園があるような、私が留学していた先もそうでございましたけれども、そのようにしてまいることによって、早い時期に、子どもを、産んでいくことができると思います。そして、子どもを出産した後にですね、職場を続けることが、仕事を続けることができるような環境にしていくためにですね、先ほど申しましたような、さまざまな施策を企業に対しても講じていく、経済対策を含めですね、講じていくこともありますでしょうし、それから先ほど M 字カーブと申し上げましたけれども、一旦ですね、第一子の時に辞めることがあったとしてもですね、その後の職場復帰がしやすいようにするということをですね、企業も含めですね、実現してまいりたいというふうに思っております。もう一方でお願いします。はい、どうぞ。すみません、NHK の田村と申します。消費者担当大臣としてお伺いしたいんですが、その大臣のご地元のですね、福島県の農産物などの風評被害がまだ続いていると思うんですが、そういった面で今後どうした取り組みをしていきたいかお伺いします。はい、ありがとうございます。安倍総理からの指示書の中にですね、このような表現がございました。食品と放射能に関するコミュニケーションの強化を進め、風評被害の防止を図るということでございます。私が国会議員として、民主党政権の消費者大臣に質問をした折には、消費者担当大臣は風評被害の担当ではございません。ではどちらが担当ですかと言っても、お明確なお答えがございませんでした。政府としてどの大臣が風評被害の払拭に努めていくのか、具体的ではございませんでした。その点ですね、今回は指示書の中でしっかりと消費者担当大臣である私に
風評被害の防止ということが、指示されておりますので、私はしっかりとこれに努めてまいりたいと思っております。それでは以上をもちまして森大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。